今日もソルジャーの切ないです。A ゼロです。今回は質問コーナーということで、ポケソルの質問箱に寄せられた質問に返していこうと思います。ポケモンに関するありとあらゆる質問、お題、お悩み相談に対して、約10年以上のポケモン対戦経験を持つ私たちが責任を持って全て答えていきます。ポケモン対戦をガチで頑張る皆さんの手助けになればと思います。ということで、今回の質問を読みます。はい。ポケモンにおいて、積み技は強力な作戦として、対戦でも多数使用されています。ACBDS を上げるのはもちろん、急所率、命中率、回避率なども変化させることができます。しかし体力だけは積み技では変化させることができません。そこでもし HP を積み技により変化させることができるとしたら、1、どんな仕様なら許されるか、2、誰に配られるのがいいかなどについて考えてほしいです。私の感想としては、大魔で体力が2倍になることで弱点技を強引に耐えて弱点保険で反撃という動きもあるくらいなので、少なからず対戦に影響を与えると思っています。また逆に相手の最大HPを下げてしまうのも対耐久型に強そうで面白いかもです。なるほど。ついこの前ボツになった企画の紹介動画で HP に補正がかかる性格の話はしたよね。そうだね。今回はまあそれと、まあ、近い話にもなる部分はあるとは思うけど、積み技バージョンってことだね。というわけで今回は、もしも HP を上昇させる積み技があったらについて考えていきます。はい。積み技っていうぐらいだから、まあ、ランクが上昇したり下降したりになると思うんだけど、うん、まあ、当然ながら、まあ、HP がランク上昇したり下降する仕様はないので、それをまず考えないといけないんですけれども、1ランク上下したらどれぐらい能力が変わることに、まあ、ABCDS が上がる分には、まあ、2分の2を基準にランク上がったら分子プラス1、下がったら分母プラス1って感じになってて、まあ、攻撃1ランク上がったら 1.5 倍、2ランク上がったら2倍みたいな感じなんだけど、まあ、HP もこれで同じでいいと思うけどな。馴染み深いし ACBDS の今まで通りで一緒でいいか。うん。ってことは、まあ6つ目したら HP が4倍になると。そうだね。なんかすごそう。まあ言ってることはすごそうな感じはするけど、 HP の増え方、ランク上昇した分加算されるのか、まあ、割合で増えるのか。わかりやすい例で言うと、ジガルデのパーフェクトフォルムになるのはあれは加算だね。フォルムチェンジ前と後の種族値の差分だけ実数値が増えるっていう仕様で、逆に割合で増える場合はわかりやすいのがダイマックス。そうだね。だから加算だったらどのタイミングで積んでも、まあ、損もしないし得もしない。だけど割合で増える場合だったら、まあ、ダイマックスと同じで HP が少ない時に積んじゃうと、まあ、損をする。積み技って考えたら BD とかアップしてるのも結局先積んだ方がいいわけだからさ。加算だと強すぎるか。ちょっと加算強すぎるね。積んだ時の上昇の仕方はダイマックスと同じ、現在 HP を、まあ、割合で増やしていく感じで。そうだね。積み技って、まあ、交代したらリセットされるのが基本なんですけど、うん、これもリセットされなかったらおかしい。これはリセットでいいでしょう。交代してリセットされたら HP 減るんだけど、どういう減り方、これも割合、これも割合でいいんじゃないかな。 HP の増え方減り方は基本的にダイマックスと同じということで、うん、あとは食べ残しみたいな割合で HP を回復したり、砂嵐あられみたいな割合でダメージを食らったりする仕様もあるんだけど、これは積む前でダメージを計算するのか、積んだ後で計算するのか、どっち。ジガルではパーフェクトフォルムになった後眠る押すと HP はちゃんと最大まで回復するし、食べ残しの回復量もその分増えて回復するんだけど、ダイマは定数ダメージも定数回復も全部ダイマ前の数値に依存してるよね。例えばなんだけどさ、 H ランク1ランク上がったポケモンが自己再生打ってさ、ダイマみたいに元の数値参照しますって言って体力の回復3分の1だったら弱すぎない？それなんか悲しいよな。1ランク上げる技と回復技みたいなのを使わないポケモンだったら得することの方が多い場合も全然あると思うんだけど、まあダメージは減るからね。そう、毒のダメージが減るみたいな話はあって、だけどそれもそれでなんか気持ち悪いし、これはジガルデ仕様でいいんじゃない？まあ、HP が4倍になったら HP の割合依存で回復する量もダメージする量も4倍になるということで、うん、HP ランクの仕様について決めたので、早速 HP を上昇させる積み技について考えていきたいんですけど、技の名前とかエフェクトというか見た目というかどうなるんだろう。ダイマックスじゃないけどさ、大きくなるみたいな、小さくなるの逆、そうみたいな感じかなと思うんだけど、違う。まあそんな気はする。イメージ的にはランクルスみたいな、ベトベトンとかさ。ああ確かにそれはわかる。小さくなるやつは大きくもなれるよね。おお、
なれないかな。なるほどね。昔で言う影分身みたいに誰でも覚えるとそれは良くない気がするから。いや、まあそれは違うね。割と特別な技にはなるかな、うん、本題のどういう使い方するかなんだけど、大雑把に言えば防御特防のランクを変化させてるのとダメージ的にはほぼ一緒だから、まあコスモパワーなんだよね、ざっくり言うと。だけどコスモパワーと違うのは固定のダメージで受ける技を受けた時にコスモパワーよりも得をする。例えば地球投げとかナイトヘッドとかを使うとコスモパワーを積んだ時に受けるのは全然得してないんだけど、この大きくなるを使った時に受けるダメージの割合は明らかに変わってくるよね。あとはカウンターミラーコートの反射のダメージとかもコスモパワーでは軽減できないけど HP を増やせば割合で減らすことはできるから、これも得する例の一つ。使う側に回った時も得はするよね。まあ確かに少ないダメージを受けたにもかかわらず相手はめちゃめちゃダメージを受ける。あと HP の実数値分のダメージを与える命がけとか HP の積み技6段階積んだらHP 実数値4倍だから誰でもワンパンできるようになる。まあ命がけはまたこれもカウンターミラーコートと同じく使われる側に回った時にも得はするよ。いっぱい大きくなる積んどけばその辺の積んでない命がけ食らったぐらいじゃビクともしれない。うん、全然耐えれる。まあでもこの辺って、まあ、どうしてもピンポイントというかそんなに環境で頻繁に見るもんじゃないけど、一番でかいのは多分急所のダメージだと思うんだよね。そうだね、これが一番大事だね。もう急所って殴る側が不利な防御特防のランクを無視する隠し要素があるんだけど、まあ、HP のランクは無視しないとしたらこれはコスモパワーよりも明らかに得してる。無視って何って感じだからな。その辺の仕様もややこしいから HP の積み技ないのかもしれないまあそうだけど、この急所当たっても問題ないっていうのはコスモパワーと明らかに違うところだよ。コスモパワー無限ダイナとかゴチルゼルはめちゃめちゃ急所に泣いてると思うけど、うん、間違いない。だし構築単位でコスモパワーの対策を急所に頼ってる人もいるだろうけど、まあ試行回数でたまに勝てればいいかなっていう考えの人もいくらでもいるだろうね。大きくなるの前ではそれは通用しないと。まあ急所と同じで、まあ、天然とかあと聖なる剣みたいな能力変化無視する技に対しても大きくなるの方がコスモパワーに比べたら強いよね。天然って素早さのランクには影響しないし、それと似たようなことが HP の積み技にもあるんじゃないかなと。あるでしょう。変身の仕様だけど HP の実数値はパクらないから、もしかしたら HP の積み技もコピーされないのかな。あるのかな変身って能力変化パクるイメージだから、なんかちゃんと HP もパクってその分 HP を増やしてきそうな気する。ってことは、まあ、メタモンがちょっと得する環境になる可能性はあるってことか、まあ、HP の能力ランクだけ変身でコピーしませんっていうのなんか変な気がする。結局誰が使ったら強いんだっていう話だと、まあ、急所を食らっても大丈夫っていうのがデカすぎて、大きくなるプラス回復技っていうのが使えるポケモンかなっていうふうに思うんだけど、コスモパワーと相性良さそうなポケモンはみんな相性いいんじゃないか。まあ、自己再生みたいな回復技も一緒にあるといい。ランクルスとか普通に強くね。大きくなる、瞑想、自己再生、アシストパワー、うん、めちゃめちゃ強くね。大きくなるとコスモパワー両積みでもいいけど、ね、めっちゃ硬い。コスモパワー2回とか大きくなる2回積むと、まあ、耐久が倍になるんだけど、コスモパワーと大きくなる1回ずつ積めば耐久は元の 2.25 倍になるわけだから突破できなくなる。波のポケモンじゃ無理だね。かなりヤバい性能かもしれない。この質問にある私の感想としては、ダイマで体力が2倍になることで弱点技を強引に耐えて弱点を受けて反撃っていう動きは可能か。今の無限ダイナにコスモパワー使って弱点保険でみたいな、そんな方も別にありえなくはないわけだから全然できるけど、それよりもっとガンガン積んでアシストパワーみたいな方の方が強そうだなっていう気はするよね、うん、逆にあいつ最大 HP を下げるっていう技は結構強そうだなとは思うけど、でも込めたら戻るって考えるとまたそれも難しいよね。 HP1 段階下げるってことは相手の防御特防を1段階下げてるのと一緒ってわけだから、うん、まあ、その効果持ってる技ってタコ固めだけだから、これなんか違うよね。タコ固めは相手交代させない効果もついてるからだからタコ固めはめっちゃ強いんだけど、技として交代できちゃうとなんか一旦ただただ損するだけになることもありそう。使えないわけではないけどあんま使わないよな。攻撃技の追加効果とかになってるならめっちゃ強いよ岩石封じみたいな。あ、それだったらいい。嫌な音とか金属音みたいな能力下げるだけの変化技だったとしたらあんまり使われなさそう。それよりも使われないかな。というわけで、もしも HP を上昇させる積み技があったらについて考えてみたんですけど、まあ、面白そうではある。どうなんだろう、対戦環境ぶっ壊れないかな。いや、それで言うと多分 BD 積み技と両立で多分ぶっ壊れる。大きくなるコスモパワースターミーで多分使ったら結構強いんだろう。ピクシーとかさ、あーやばいね。今話題のポケモンだとゴチルゼルとかが、まあ、大きくなる
って技名だと覚えないと思うけど、技名は違っても効果一緒の技は作れそうだし、それが来ちゃったらあんまりよろしくはない。大きくなるコスモパワー、眠るアシストパワーで、もう急所も食らっても全然大丈夫です。最強ゴジェルゼルは結構簡単に誕生するかなっていう気はするかな、うん、それがやばいからね、 HP の積み技がないのかなっていう気もするし、なくてもいいし、あったらあったでちょっと面白そう。バランスはあんまりいい方向には向かなそう。これが増えて楽しい対戦環境になる未来はあんまり見えないね。ダイマーでドッカーンみたいな爽快バトルになる気はしない、うん、ジメジメした対戦が増えそう、うん、そう思います。これからもためになる対戦動画や解説動画アップしてくれ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。